こんにちは、サイクルオークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。私が今ロードバイク3代目自作をしているっていうのは現在進行中なんですけれども、本日の主役はこちらです。でこれご覧いただけると分かる通り縦型のバイクラックなんですね。それでこのバイクラックの名前はマルハチインダストリー IWA の A01V スペシャルというものです。色はブラックを選びました。それでこの商品、実は同じ YouTube のチャンネルのサイクルガジェット TV のあやさんが紹介してたりします。で私それ実は知らなくて、Amazon プライムデーで非常に割安になってたので買ったんですね。ですからまあ被ってしまったんですけれども、特にその後を追うつもりで購入したものではありません。たまたま被ってしまったということなんです。そういった意味も含めてこの商品のレビューのバリエーションとしてご覧いただければと思ってます。で今日の流れとしては、なぜこれが必要になったのかっていうことと、製作するのにかかる時間はどのぐらいなのかということと、あと出来上がりの姿ですね、その辺を紹介していきたいと思います。それでは始めましょう。それで特にルームツアーではないですけれども、私が今2台ロードバイクを持っていて、どういうふうに収納しているかっていうのをちょっとだけお伝えしましょう。これが私の部屋なんですが、ロードバイクはこんな感じで縦に2台並んでぶら下がっています。で私が考える限り、これが私の限られた部屋の中に2台を最小床面積で収納する最適解なんですね。それでこの収納方法を実現しているのが箕浦のバイクピットというポールを使っているわけなんですけれども、これをもってしてもこの面積に2台が限界なんですね。ここにプラス1台3台分を収納する余力は全くないと。さりとって部屋の中にもう1台置いておくことはできませんということなんです。で3台目が今できつつあるっていう危機的な状況があるわけです。それで3台目ができつつあってですね、今どこに置いてあるかというと、こんな感じでベランダの軒先に置いてあるんですね。でこの軒先に置いてあるのは当然ながらあまりよろしくないと思っていて、現状まだ仮に置いてあるような姿を呈してますけれども、これが 1,2 週間続くと誰からとは言いませんけれども必ず私怒られてしまうんですよ。だからこの状況を脱却しなきゃいけないっていうことがあると、そこでその助けを担うのがこちらなわけです。で今回はこれを組み立てていきます。久々日曜大工的作業なんで非常に楽しみです。それで箱を開けてから出来上がって据え付けるまでの時間を計っていきたいと思います。では早速作業を開始しましょう。さて作業開始します。目標時間はまあ1時間以内ですかね。で工具はまあ簡単なもの、予想できるものを揃えました。開けていきます。こんなもんですか。それで説明書は、この辺の小物の中に説明書が入ってますね。説明書を読むことから始めましょう。説明書を読んで、それでまず袋から全部部品出します。その間当然時計は進めておきます。はい、今全部部品出しました。で説明書をあらかた見ましたっていうところで、今9分経過ってことですね。頑張ります。ではまずベースの組み立てということで、これを使って組み立てていきます。これにこれと、あと長いパイプ、あ、これとこれですね、これをつけていくことになります。それで部材が立っている方に短いパイプですね。じゃあやっていきましょう。丸頭の6ミリか、これか。スパナが必要ですね。はい、作業再開します。これですね、袋ナットを支えるためのスパナを持ってきました。
ボルト入れると。で、で長い方やっちゃいましょうか。長い方はこの頭が皿のように薄いやつを使うんですね。はい、OK。それであとは締めます。この長い方はなぜか3ミリですね。こっちが4ミリでした。はい、ベース組み立て完了ですね。この上にいろいろ乗せていきます。次にフランジネジ、このワッシャー一体型みたいなフランジネジを使ってこの支柱を立てていきます。こうですね、この時にこの向きが大事で、この上の穴が外側を向いてないといけないということなので、こういう向きですね。それでネジはこっちから入れる。で固定します。でもう一つ、これは4ミリですね。はい、支柱取り付け完了です。で次はリムストッパーにストッパースプリングをセットし、タイヤストッパーに通します。なるほど、リムストッパーっていうのはこれですね。タイヤストッパーに取り付けますということです。ということはタイヤストッパーはこっちか、これですね。こういう向きにしたいからこうした方がいいってことか。それでこちらがこれに対してこうやって差し込む。それでバネはここに引っ掛ける。こういうことですね。で次にスタビライザーを取り付けます。スタビライザーとはこれですね。でこれを、ああなるほどね、これが押さえ金があるので一旦スタビライザーの後ろ側の留め金を外して分解して、それでこ
うん、これでいいってことですね。はい、それで次にここにこのポストの高さを調整する樹脂部品を取り付けてくださいと。でこのネジがあるんですけれども、そのネジがここの穴に通るっていうのがさっきのこの穴を外側にしてくださいっていう布石だったわけですね。はい、それでこうやって入れればいいと。はい、いやこれで完成じゃないですか。 OK、 では完成ということで一旦止めましょう。はい、28分ですね。では設置をします。それではここに設置をしたいと思います。普段見せないところなんでちょっと気恥ずかしいんですけれども、ちょっと片付けまして、これ、まあ、手軽ですね。ここに置きます。はい、これで設置完了ですね。それであとはこれを持ってきて、で合わせてあげればいいってことですよね。でここで引っかかるから一番いいところに合わせてあげれば OK ということで、ここで合わせます。そこで最後後輪のホイールがちゃんと合うようなところにこれを持ってきてスライドして止めればいいですね。いかがでしょうか。これでかなりすっきりと収納できたので怒られることはないんじゃなかろうかというふうに僕は思いますね。うん、いいんじゃないですかねこれ。さてじゃあまとめに入りましょう。ということで今回は30分の日曜大工を行いました。結果は大満足ですね。このぐらいのスペースで1台収めることができたので、これだったらベランダの床面積の有効活用ができそうです。改めまして今回は縦型バイクラック A01V スペシャルをご紹介しました。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。